ジャパニーズ。恥ずかしい、ザキ。スロー。スリーです。よっしゃっしゃー。カメラマンはヤング。おはようございます。こんにちは。おはようございます。こんばんは。スローボーイくんね、寝てないですよね。寝てます。寝てねえな。ご苦労様です。心？まあね、今ね、ちょっとスローボーイくん撮影を。スローさんが寝てないのには理由があるだろう。なんだ。見てる人たち、あなたたちに言いたいんですよ。おお、広がる？大丈夫？寝る暇削って身を挺してやってくれてんの。なるほどね。オールだよ。オールで編集してみんなに笑顔届けてんの。こうやって動画上では。違う、サボってただけ。いや全然俺は笑ってないけど。マジ？じゃあ今日の企画発表して。はい、本日の企画なんですけども、5万人記念質問コーナー。4万人から5万人のスピードがとても速かったですよ。マジ速かったね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、この時もう撮影してる今は何人ですか？5万人、もうちょいで5000。おお、じゃあ約5万6000だってるかな。もうちょいで5000っつってんじゃん。あ、5万5000だね。うん、5000じゃった。だから撮影してる時っつってんの。中卒なんですよ。そうそうそう、間違いない。そう、マジでお前そうやるでしょ。それ好きだよね。ずっとやってるイメージありますよ。ということで、はい、5万人記念で前日に募集しました。おーすごい。何件ぐらい来てました？前日なのにマジでね、300件以上来てる。本当に。おー、マジで？マジで。え、何件？200は余裕で超えてる。いや、え、それは寝てないからなんか。え、何件来てんのって言った？何件来てんのかって、それは答えるべきですよ。クズばっかだな。じゃあ早速いきますか。じゃあそれお願いします。5万人ありがとう、言っちゃって。可愛くねえよ。ジャパニーズ。じゃあ早速いきますよ。はい、もうどんどん言っちゃっていいのね。いいよ。じゃあいきますよ。はいよ。彼女はいますか？いません。います。いません。ええ、3個テンポでいないいないいないって言うと思ったら何。なんで嘘つきたくなっちゃうのかな。今までで一番高かった買い物は？パソコン。俺もパソコン。パソコン。パソコン。つまねえよ。いやでも普通に超高いからね。あ、1個あったわ。何？海外費。あー、そうだ、俺もだ。アメリカの。俺もだ。それは確かに高い。40。ヤングはなぜ動画に出ないんですか？これはヤングが、うん、これ昔から来てるよね。カメラマンだからそれは出ないでしょ。それだけだよ。じゃあ喋んなよ。じゃあ喋んなよ。カメラマンが恥ずかしくて出てきたらおしゃれだろ。じゃあ喋んなよ。うん、よし。じゃあ質問にまで行くから。あー、それはお前のせいで。お前とヤングの謝れ。謝ってこい、謝ってこい。どうでしょ。たぶん、おい、登録者5万人の収益はどれぐらいですか？うわー、早いな。まあ、物を例えた方がいいんだよね。ちょっとやらしい話になっちゃうから。中古車1台安い車買えるぐらい。まあ、例えると。例えたんだよ。また例え。なんかうまいのがあるんじゃないですか。あ、それあるでしょ。バンジージャンプ20〜40回ぐらい。20〜40回。忍者の中で一番使えない人は誰ですか？おー、やばそ。指差しますよ、じゃあ。これ、どうする？参加すら指差しは使えない人ってどういう。確かに確かに。いやもう YouTube の総合よ。4人の中で使えないって思う人でいいんじゃん。いや使えないってさ、俺いないんだけど。言い方悪いな。指差しだったらちゃんと理由をみんなポンポン言おうよ。いくよ、せーの。これでしょ。はぁ、じゃあお前から言え。いやいや、いや俺自分指して抜いたいだろ。スローはスローは使えないっていうか、使いたくても使えないって感じ。あ、そういうことか。あ、表に出したけどね。そうそう。あ、なるほどね。ヤクいたら絶対いいのになっていう時とか。おヤクいたら殺ったと面白いのに。嬉しい。しい。それはめっちゃあるわ。嬉しいけど、スローさせたらスロー遅刻するし。え、全然思いが違う。待って待って待って、人の気滑ってんついるじゃん。誰？マジか。俺これでしょ。何？これは、今この空間だよ。忍者ウィメイドイット。はい、まだまだここからですねっていう。編集の人頑張ってくれ。これ結構重たい空気になるかもしんないわ。結構切り込んでるわ。スロー体重いくつですか？うお、やばっ。ちょっと待って、マジで。まあいいんじゃないですか。うん、まあせっかくだから、ぶっちゃけだから、スのスローでいれば、うん、じゃあせーのの後にって、そっちの方がこうスパッていいんじゃない。そうだね。うん、せーの。リンゴ2個分。それ言ってたアイドルだけっすよ、マジで。キティちゃんだろ。キティちゃん3個分じゃないの。キティさん3個分なの。キティちゃん。いや全然大丈夫でしょ。キティちゃん3個分ねってことで。次次次。みんなの黒歴史知りたいです。おお、
全員言うと長くなっちゃうから、じゃあスローあるみたいな、スローな気分。これね、絶対言ったらね、もう引かれるのは分かってる。お酒なんだけど、まあ、お酒を飲んで潰れちゃいました。あの時ね、でバックスのライブだったんだけど、まあ、忍者もいて、うん、俺だけ潰れちゃいました。そうだ。で、あーやばいってなって、そしたらバックスさんが六本木から川崎までのタクシー代まで出してくれて、でそれヤングに連れてってもらったんだよね。家着いて、でその時彼女がいて、その時の彼女とヤングにこう上家まで連れてってもらって、で全く記憶がないの。全くゼロ。俺なんかうんちしたかったらしいよね。とりあえずトイレに入ったと。その彼女が言うには、元カノね、言うにはうめいてたみたいな、あーってなってたから大丈夫って来たら、うっせーよみたいな感じ。うわー最悪だ。うんち漏れそうって言ってて、でパッて見たらうんち漏らしてたんだって。なんでそんな聞かれたの。え、さらにこれ去年ですか。あ、これ究極の質問だわ。ファンとの恋愛はありですか。これはなしです。だけどこの間スリム君がとんでもねえ定義を叩き出してきたんで。確かに確かに、視聴者とファンの境目ってむずくねってなったんで。だって俺らだって、例えば東海オンエアさんとかチャンネルガードマンさんとか、まあ、ちょくちょく YouTube 見てる人は見るじゃないですか。でもそれ見てるけどファンじゃないじゃないですか。ではなんかしたいってことなんじゃねえの、その相手は。それ聞いてきてるってことは、え、そうだろ。なんかその遠回しに言ってきてるけど、スロー男だこの人。ごめんなさい、男はいけないんだ。実は今いい人がいるメンバーとかいますか。あ、女の子でってこと。うん、うくうくいいね、いいよ。いやー、せーの答えよ。せーの、いない。ガチで喧嘩したことってありますか。喧嘩したことねえだろ。無理やりだな。今何した。これは喧嘩じゃないです。これは喧嘩ではありません。暴力コンテンツでもありません。ただの教育です。昔からの頭でこのまま育っちまったからよ。お前の肩ほっちまぜ。うわど田舎の JK です。学生のうちにしといた方がいいことはありますか。今の忍者を見てなんか聞きたいんじゃない。あ、なるほどね。うん、じゃあはい、まず恋愛。おー、なるほど、ね、俺はしてきたんじゃない。俺はしてきたよ。うわー、ギリギリギリ。で、まあまあもう恋愛はそんぐらい。あとはなんか面白いことやってるやつに興味津々した方がいいと思う。ああ、俺だったらそいつがこれだった。これそれがこいつだったから。なるほどね。あ、なるほどね。お前これとかそれって言うの。だからその時、まあ僕はサッカーもしかやってこなかったんだけど、うん、ザキからなんかいろんな音楽を教えてもらったりしたから、そっからなんかいろんな興味が湧いた、うん、だからなんかいろんなことやってる、なるほどね、なんか人と違うことをやってる人を見た方がいいと思う。あ、じゃあそういう何かやり、新しいことやりたいっていう時はってことでしょ。そうそうだね。別に俺らがなんかこんな偉そうに言えるような立場でもないし、うん、こっからなんで俺らも一緒に頑張りましょう。ジャパニーズ。じゃあ最後いきますよ。ピンチを切り抜けるハッピーな一発芸教えてください。じゃあジャンプ、ジャン負け。そうですね、ジャン負けにしますけど。せーの、最初はグージャケっぽい。うわ、せーの、最初はグージャケっぽい。せーの、最初はグージャケっぽい。うわっ、痛い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 。セリフ、うわ、みんなありがとう。みんな5万人ありがとうございます。ありがとう。はい、そのキャップ大丈夫か。ハッピーであり、いいこと言います。はい、もうじゃあシチュエーションは、シチュエーションない。ピンチを切り抜ける。あっ、君の腕じゃなくて心と足。はい。いけてたすか。いけてた、いけてた。めっちゃいい。いけてはないでしょ。ザーケル飲みたいけどな。意味わかんない。あ、充電切れる、充電切れる。これって今ピンチ、もしかして。ピンチ、これって俺今ピンチ。これって俺ピンチ。取ったらバーン。マジじゃん。うわ、来た。やばい、映ってねえじゃん。寝てなさすぎて顔やばいよ。あ、じゃんけんして負けた方やってください。はい、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 切れる、切れる、切れる。今ピンチだね。出せ出せ出せ。こういうピンチの時でしょ。これを切り抜けるやつだよ。このピンチ。頼む、ピンチを切り抜け。切り抜けさせてくれ。見たい、見たい。頼む、見たい。通ったらボーン。なんだお前。